どうも、ナメコです。チェコを観光中のウプ主。チェスキークルムロフの街を歩いてみるぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま。チェコはチェスキークルムロフに到着したところです。現地ツアーでやってきたぜ。これからガイドさん案内のもと、チェスキークルムロフの街を巡ります。まずは位置関係から。プラハから直線距離で南に100キロ。観光バスで3時間のところに位置します。チェスキークルムロフをアップで。こちらが旧市街で。こちらが城下町。そしてチェスキークルムロフ城。こんな感じで巡りました。衛星写真で見ると、美しそうな感じが伝わるかと。さらに 3D マップで見ると、これだけで行った気になれますね。チェスキークルムロフの名の由来は、チェスキーはチェコ語で、ボヘミアの。クルムロフは、川の湾曲部の湿地帯、を意味し、ボヘミア地方の川の湾曲部の湿地帯。なんだそうな。確かに川がくねくね湾曲してる、変わった地形だぜ。13世紀に南ボヘミアの貴族、ビートコフ家によってお城が建てられたのが、チェスキークルムロフの歴史の始まりとされ、以降、町は華々しく発展。16世紀になるとルネッサンス都市として、現在の姿がほぼ出来上がったそうな。以降、支配者がたびたび変わったものの、近代化に取り残され錆びれていきましたが、逆にそのおかげで、最も繁栄した時代の風景が損なわれることなく、現代まで保存されたのが奇跡なんだそうな。先ほど地図で紹介しましたが、大きく湾曲したブルタバ川に、旧市街や城下町が広がり、その上にお城と、世界一美しい町とも称されるそうな。え、ブルタバ川？プラハにあった大きな川だよな。はい、南から北に流れてるので、こちらが上流になりますね。ブルタバ川はチェコ国内最長の河川で、エルベ川の支流。日本ではモルダウ川で有名ですね。なお道中の様子は雨降りだったこともあり、あまり動画を撮っていませんでした。スライドショー形式で、合間合間に解説しますね。こちらは街のどこからでもよく見える、チェスキークルムロフ城の塔。上にも登れ、街を一望できます。後で行ってみるぜ。さてさて時間はお昼時。ツアーは一旦解散し、しっかりとした食事のレストラン組と、軽めのカフェ組に分かれます。ウプ主はチェコ料理をがっつりと楽しみたいので、レストラン組へ。ガイドさんに連れられて、おすすめのお店に入ります。肉料理と魚料理がありますが、今回は魚料理にします。魚、珍しいな。ドリンクは地ビールの、エッケンベルグ。苦いですが、比較的飲みやすい方でした。はい、ウプ主の注文したマスのグリルが運ばれてきました。おお、こいつはうまそう。最近は肉ばかりだったので、魚料理が恋しくなってました。右上に乗ってるお肉は、一緒にレストランに入ったツアー客の方から、量多すぎるから食べて、といただきました。サンキューだぜ。付け合わせのポテトと、薄いパンもついてます。魚ではご飯食べた気がしない、とまでチェコ人も言うくらい。内陸国のチェコにとって、魚料理はメジャーではありません。あるのは輸入した魚か、マスとかの川魚。養殖もしてるそうだぜ。こちらのマスのグリル、綿は綺麗に取り除かれ中にはレモンが詰められてました。
中に誰もいませんよー。よせやめろ。そして何より、香りがいい。日本なら川魚は塩一択ですが、こちらではバターやハーブで味付け。味の方も最高。マス自体の淡白な味に程よい塩気、バターのコクとレモンの酸味。そしてハーブの香りと合わさり、箸が止まりませんよ。ナイフとフォークで食ってるけどな。川魚にバター、新しい世界に足を踏み入れてしまいました。こちらはちょっともらった肉料理。何の肉かは忘れましたが、写真見るとかなりのボリュームですね。ごちそうさまでした。ツアーに昼食代は含まれておらず、各自でお会計。マスのグリル200チェココルナ、ポテトとビールが各30チェココルナ。合計260チェココルナ、1300円でした。食事タイムが終了し、再集合。ガイドさんに案内されながら、城下町を抜けお城に向かいます。なおこのような壁の装飾、というか模様、これからいろんなところで見かけますが、デコボコに造形されているのではなく、壁に描かれた模様です。これから行くお城には、さらに手の込んだ模様が描かれています。へえ、本当に凹凸があるんじゃなく、絵なのか。お金がないけど見栄えを良くするために、騙し絵みたいにしてるんだな。いえいえ、それが逆で、騙し絵の方がお金かかるそうです。これがお城の入り口、早速中に入ってみましょう。こちらはいくつかあるお城の中庭の一つ。こんな感じで四方の壁に、先ほど紹介した騙し絵が、これでもかというほどに描き込まれています。こいつはすげえぜ、相当手間暇かかるぜ。そしてお城のテラスからの眺めがこちら。湾曲するブルタバ川に囲まれた、旧市街を一望できます。白い壁と赤い屋根の街並みが美しいぜ。これに青空が加われば、100点満点の眺めだぜ。今いるチェスキークルムロフ城の解説です。ボヘミア地方ではプラハ城に次ぐ規模の大きな城間で、13世紀に創建されたこのお城は、その後次々に増築が繰り返され、各時代の建築様式が見事に調和した、巨大な複合建築となったそうな。入場料は見学コースによって異なり、320チェココルナ、1600円、240チェココルナ、1200円の2コース。ツアーではどっちのコースだったのかは謎です。なお城内の写真撮影は NG。結構厳しいんだな。写真撮ったのをネットに上げられると、どの位置に調度品を置いているかがわかり、泥棒に入られる可能性があるからなんだそうな。尺的に次回にしますが、最後にチェスキークルムロフ城の塔に登り、恒例のムスカごっこをして観光終了。また3時間かけてプラハに戻ります。動画10分で終わっちまったな。ウプ主的にそんなにいい街じゃなかったのか？あくまで個人的な感想ですが、往復6時間かけて、高いツアー代金を払って参加する価値があったのかと考えると、正直微妙です。ただこれは好みの問題なので、好きな人にはたまらない街かもしれません。ちなみに今回のツアー料金は？バス代、
ガイド代、お城の入場料で2万5500円でした。え、これで？チェコやハンガリーの現地ツアー、基本的にどれもこれも高いんですよ。日本語ツアーの需要が少ないからでしょうか？ウプ主お財布大ピンチです。ではでは今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。